本土バスセンター本土バスセンターは、熊本県天草市南新町五の市にある、九州参考バス、参考バスのバスターミナル。天草市の中心部にあり、天草諸島におけるバス交通の結節点となっている。6バース終わった頃の旧本土バスセンター構内かつて、東バスセンターが開設される以前は、市内中心部の本土中央停留場を起点に、発着していた。 1978年3月にバスターミナルの機能を国道324号線沿いの現在の場所に移転し、以来、熊本行き快速バスや天草島内各地域の結節点として共用が開始された。当初はバス乗り場が6バースあり、敷地も現在の2倍ほどの広さで、施設内には待合所や案内窓口のほかに売店やレストラン、コインロッカー、 駐車場、駐輪場などもあったが、2004年頃に解体され、同じ場所に、元の施設の半分の規模まで縮小した建物に建て替えられた。現在のバスターミナルは、案内所、発見窓口と待合所、トイレ、旅行営業所があり、バス乗り場は4バース、他に、タクシー乗り場が設置されている。なお、参考バスはマクサ営業所は、 東伐センターとは別の場所にあるが、営業所には、発見窓口は設置されておらず、東伐センターがその代わりを担う。以前あたりバスセンター業の路線バスの行き先表示は、単に、本土となっていたが、2009年10月1日より、ほとんどの路線バスの行き先は、本土バスセンターと表示されるようになった。熊本快速、天草。 ご一般路線車本土市街地循環バス、天草諸島内の一部地域を除く、ほぼ全エリアにおける、各方面行きの普通バスのほか、県と、熊本市関東を結ぶ快速バス、天草、ご本土市街地循環バス、乗って、ミューカーなど多くの路線が発着する。ここから発着する路線はすべて天草営業所が担当するが、牛深線においては、 牛深営業所との共同管轄路線である。2018年11月まで、熊本線においては、九州参考バス、熊本営業部、高速バス営業所との共同運行路線であった。かつては、戦後において、それまで、天草諸島における複数の乗り合い事業者が、運行していた路線のすべてが、参考バスに統合された経緯から、 路線数も多く重複した系統も多く見られるなど、複雑な路線網となっており、運行車両のすべては、中型車両が用いられていたほか、急行三角線や、準急熊本線なども運行されていた関係で、三角営業所や、中央営業所所属の、一般路線向け大型車両なども乗り入れていた時期も、あったが、1981年頃に、準急熊本線は廃止となり、 同時期に急行三角線は普通便に種別変更され確定化された後2005年頃に廃止された。その後、沿線の過疎化やマイカーの普及などの影響により、バス乗客の減少に伴う天草諸島内のバス路線網見直しによって2009年10月1日付で重複する路線の統合や廃止、コミュニティバスの運行開始などによって、 路線数も大幅に整理されており、運行車両も一般路線車はほとんどが小型化されている。また、一時期においては一部の便はバスセンターから中央新町、市役所を循環して一旦バスセンターに戻ってきた後目的地に向かうルートも存在したが、路線再編と本土市街地循環バスの運行開始などにより2010年10月1日までに 廃止された。現在の中央新町バス停がある付近にバスターミナルがあった。閉鎖後、跡地は長らく近くの商店街利用者、専用駐車場として使用されていたが、後に解体、周辺整備され、跡地は天草田島国際交流会館ポルトの一部となっており、現在はバスターミナルだった面影はない。内子バースは、 乗り場として1から10番まで振り分けられていた。残り1バースは校舎専用。かつての残り半分の敷地は現在、コンビニエンスストア、ファミリーマート天草南新町店並びに、書店、ツタヤが入った、テナントビルと、肥後銀行天草支店の建物が建っている。元系列の参考ポニータクシーが常駐している。他に、金融機関やホテル、飲食店などもある。 ありがとうございます。